サンバーストラウーグは、フランス、ノルマンディ地域圏、マンシュ圏のコミューン。サンバーストラウーグの一コミューン内をセール川が流れる。コタンタン半島北部の東岸にあり、マリーナを要する。コミューンの沖合数キロメートルに浮かぶタティウ島も、コミューンに含まれている。環潮時には、徒歩でタティウ島へ渡れ、港との定期的な往復には、水陸療養者が用いられる。 島にある塔は1694年、ボーバンの弟子バンジャマンコンブによって建てられた。南にあるラウグトリでも1694年に、同じくバンジャマンコンブが建設した軍事拠点で年に1回、ヨーロッパ文化遺産の日に一般公開されている。港には大型トロール船が停泊し、干潮時には縦宇島との間にカキの養殖場が姿を現す。 ノルマンディー最古の下記養殖の流域であった海岸はサンバーストラウーグにおいて海洋活動が何より優位であることを証明している。教区は6世紀にアラスとカンブレーの司教であったせい、バーストに捧げられていた。ホーグエはコタンタン半島では一般的な名称で北ゲルマンゴ群のハウガーから派生しており、高さを意味する。 フランス革命後の国民公開時代、コミューンの名は、ラウーグ、そしてポール・ラウグにされていた。1888年まで、サンバーストの名を採用し、その後サンバースト・ラウーグとなった。サンバースト・ラウーグに残る、第二次世界大戦中に、ドイツ軍が築いた、大西洋の壁戦3 4 6年のクレシーの、戦い前、イングランド王エドワード三世は、 パリ攻略の遠征を始めていた。彼は新しい上陸地点を用意した。彼の敵であるフランス王は有力のルマン貴族でサン・ソブールル・ビコント領主、ジョフロアダルクールを追放し、ダルクールはイングランド宮廷へ亡命した。このようにエドワード三世がコタンタン半島へ自由に往来する完璧な口実が与えられた。7月11日、イングランド王は ポーツマス、サウサンプトン、ワイト島の港を船籍の船で満たし、ほを張らせた。翌日、要塞化されていない、サンバーストラウングに2万人の兵力と共に、王は上陸し、ノルマンディを占領した。1692年、バルフルール岬とラオーグの海戦では、デートクトゥールビル率いるフランス海軍と、エーラン艦隊の衝突が、バルフルールで発生した。激しい戦闘の後、 11隻のフランス艦船はサンマロへ戻ることができず、ラウーグ及びタティウ周辺で座礁し炎上した。侵略者からサンバーストワンを守るため、この敗北を教訓に百6 9 4年からラウーグとタティウの丘の上に2つの要塞化された塔の建設がボーバンの門下生バンジャマンコンブによって始められた。この要塞は19世紀まで使われていた。十九世紀。 サンバーストの港が配備された。1828年から1845年にかけて大桟橋が1846年から1852年にかけドックがそれぞれ整備された。その後防波堤が追加された。防波堤は1982年まで開いたままであった。それ以降は漁港とマリーナの間で共有される家を 人工的に作るために閉じられている。1944年、サンバースト港は連合国側によって最初に開放されたマンシケ県の港となった。参照元、1999年まで、リヘス、2004年以降、INSEE マリーナ柿養殖が非常に有名であり、複数の業者がフランス国内や海外と売買を行っている。サンバーストラウーグは、 ノルマンディにおけるカキ養殖発祥の地であり、カキ養殖棚が250エーカーの面積で広がる。漁港とマリーナの推進は深く満潮になると航行可能である。コタンタン沿岸の東側海岸であることの恩恵を受けている。1980年以来稼働するマリーナは665隻の船が収容されている。観光も重要な産業で、 サンバーストラウーグはリゾート地として、ホテル、レストラン、キャンプ場を抱える。2011年4月以降、サンバーストラウーグは、コミューヌトゥーリスティックのラベル認定を受けたコミューンである。農業では、野菜栽培が行われる。ありがとうございます。